山和物語とは、平安時代に成立した、中古日本の物語。ジャンルは、歌物語で、作者はいろいろな説がある。当時の貴族社会の和歌を中心とした歌物語で、平安時代前期、伊勢物語の成立後、天略5年頃までに執筆されたと推定されている。登場する人物たちの名称は、実名、官名、女房名であり、具体的にある。 固定の人物を指していることが多い。通常では、内容は173段に区切られる。約300種の和歌が含まれているが、伊勢物語とは異なり統一的な主人公はおらず、各段ごとに和歌にまつわる説話や、当時の天皇、貴族、僧ら実在の人物による歌語が連なったいわば、オムニバスの構成となっている。第140段までの前半は、 近年に読まれた歌を書くとして、皇族貴族たちが、その由来を語る歌語りであり、141段からの、後半は、比例や離別、再会など人の出会いと歌を通した古い、民間伝説が語られており、説話的要素の強い内容となる。二人の男から求婚された乙女が、生田川に身を投げる、生田川伝説、奪捨て山伝説などである。また、 伊勢物語に現れる筒井筒と同じ話が山和物語にも出てくるなど、伊勢物語の影響は色濃い。五千和歌集や大志高地の三つ目の三つ目集、東オーナ集、金忠集などの和歌が山和物語に出てくることから、これらの作品も山和物語と何らかの関係があろう。 画編同士、あり、おりの尊敬語である、今そかりが数多く使われている。作者について、古くは、有原の茂る春や加山の院が犠せられたが、現在に至るまで未章である。内容が、歌天皇や、周辺の人物の話題になることが多く、その成立には、歌天皇の身辺にハベっていた女房が、関わっていると言われる。 以下作者ではないかとされる人物を列挙する。大和物語は、伊勢物語の影響のもとに成立した作品とされており、大和の名は、伊勢に対する命名であると言われている。しかし、大和という名の女房が記した物語だから、大和物語だとする説もあり、大和という代号がいかなる意味で付けられたのか定かではない。署名の由来については、 以下の諸説がある。山和物語の伝本は、藤原定家、藤原ため家、藤原ためうじらによって、諸者、競合されてきた二条家本系統と、藤原清介、剣明ら,らが、その著述の中に意味をした六条家本系統に、大別される。原稿で一般に読まれている本文は二条家本系統の、ものである。以下は、小形月光による。 山和物語の基範画である。同じ歌物語の伊勢物語の絵画家は古くからあるが、山和物語については絵画家の例はほぼ皆無であり、月光の作は珍しい例と言える。内容と商談番号は日本古典文学体系級によった。ただし、関東一王を書く。第139段まで。昭和51年。 天理図書館全本総書29に複製。三かな本問と共に本国されて、高橋、山和物語の研究本文変換に収録。活名とは、藤原地下氏への出家後の法名。大英八年、三条西真高の奥書きあり。高橋正春、山和物語の研究系統別本文編上に、本国あり。高橋、 山と物語書本目録 A 系統に、全文複製集裁。所在不明。室町初期写し。文明10年、藤原親長岡本能天写本。昭和51年間、陽明総書国書編第9集に、全文複製集裁。明王2年4月27日、藤原親長書社の奥書き。明王5年11月24日。 西門の城ため収書者の奥書きを持つ。高橋正春、山と物語小学館、日本古典文学全集初集はこれを定本とした。花山の院のお作り物語まりとある本にありという、奥書きあり。この絵系右人関白種井江港下大、九条、東光院関白寄見地という張り紙がある。文録五年、有祭、奥書きあり。旧総上上る。 活明本山和物語と、その研究で発表。四死文庫本は、第134弾以降の例本。今井玄絵編山和物語、尺文と解題、在九州国文史料永遠総書、第2期から一在九州国文史料、永遠総書館公開、1981年間、後に、今井玄絵王朝の物語と、監視文、笠間書院、 1990年間に再録。柿の元のに、連名であるが、水野氏の著作と見て良いであろう。平名を胸とし、掘り下げた解釈は望めない、略中である。全文の公約もついて、さらに平名を助ける。として挙げられている。柿の元のに、ため絵本を底本にする。本文にごく金賞の原文語読があり、好意提示の仕方。 すなわち、かんな鈴勝三本の取り扱い方に、伺われる著者の伝本認識に疑問があるが、普及に貢献し、研究を誘発するところが大きい。不採説はもう収める。として挙げられている。柿の元のに、伝ためうじ本を定本にする。関東の詳細な解説は有益である。として挙げられている。ハット学当社、国文学。 第六巻第十一号から第十三巻第十一号に連載された山と物語表尺とバイ女学院大学企業日本文学研究第二十五号に収載された山と物語表尺が上下二冊本に採録されたもの。柿のもとのは研究の立場で見る場合は従来のどの注釈書もそれぞれの意義を有し主者できるものではないが常識的に言えば 本物語の注釈は、この、表釈を批判することから出発して良いと言えよう。さほどに、画期的な小中、小説であり、必読の十作である。しかし、山和物語の商談の順序を解いて、改めて主人物単位に組み替えたため、商談の連説や、偏者の意図について考察する場を失われて、として挙げられている。柿のものは、死の、 ヤマ物語認識の根幹が、この研究所によって伺われる。として挙げられている。上官には、ためうじ本、大英本、類従本、ためえ本、おやちょう本、天福本の各本国と大英本営員等、下官には、聖火堂本、首昇本、京急本、三か木ぎ本、鈴鹿本の各本国と鈴鹿本営員等を収める。ヤマ物語に関しては、人物公、 年事故が発を収められている。ありがとうございます。